2018年6月13日9時18分、日本、パラグアイ、後半6分、ゴールを決め歓喜の乾、撮影、西尾大輔、日本テレビ系で12日に生中継されたサッカー日本代表親善試合、日本×パラグアイ、510-00の平均視聴率は 16-8%、ビデオリサーチ調べ、関東地区だったことが13日分かった。瞬間最高視聴率は 20-1% だった。日本代表にとってロシアワールドカップ W 杯戦最後の試合だった。今年3月23日のマリ戦は 12-4%、 5-9-16、テレビ朝日系。同27日のウクライナ戦は 11-7%、 5-9-15、フジテレビ系。西野彰監督、63、の初陣となった5月30日のガーナ戦では 18-3%、 5-7-23、テレビ朝日系、と日本代表の試合では今年最高の数字をマークしていた。試合は、日本が乾隆史、30、の2得点などで 4-2 と逆転勝ち。西野監督に代わってから3戦目で初白星を手にした。日本は19日に W 杯1次リーグ H 組初戦で、コロンビア代表と対戦する。